こんにちは。ファミツアップ白猫攻略ライターのさあやです。今日はですね、ちょっとお隣にケンちゃんのような星たぬきのような何かがいるんですけども、まあ、ちょっとケンちゃんが都合により来れないため、ちょっと私一人で今回はプレイしていきたいと思います。で、今日プレイするのが、黒猫プロジェクトが復刻、ウィズが復刻ですね。してそれのなんか新難易度が追加されたようなので、そこをやっていこうかなと思っております。ですね、ウィズは1年前ぐらいに確か、配布キャラとして登場して、今回そのウィズの新規開放ができるということでやっていこうかなと、まあ、一番難しいところのサブミッションがですね、一人も倒れずヒーロータイプのみ、ウィズ一人のパーティーでクリアということなので、ちょっと初見なんですけど、ウィズ一人で行ってみようかなと思います。あー怖い怖い。よいしょよいしょ。で、なんかウィズは新規開放するとこう、なんだっけ、隣に師匠がふよふよ浮くようなスキルができたり、なんだかとても強くなるようなので、ここはクリアして新規開放したいところではあります。お、どんな感じだろうな。今回杖はちょっとひよって、月見のモチーフ吹きです。よいしょ。あ、そっか、敵の全滅いらないから結構サクサクいけそうな予感。これが私の実力じゃん。昔のキャラなのでスキルの発動がゆっくりなんですね。ちょっと丁寧にいきたいと思います。宝箱から、お、なんかルーンがいっぱいドロップ。これが私の実力じゃん。これもしたら攻撃スキルのある杖とかでもいいのかもしれないですね。よいしょ。ちょっと SP を温存しながらいきたい。80レベルなんで、あ、いた。これが私の実力じゃん。苦労はしないかもしれなさげ。いけるいける。よいしょ。ここは強制戦闘なので無視できないっぽいですね。ウィズ一人でやる場合は後から敵に来られると多分とても厄介なので、こうゆっくり着実に倒していった方がいい感じはしますね。よいしょ。これが私の実力じゃん。あ、遠すぎる。で、今回ウィズのイベントでは配布の杖もゲットできます。で、そちらの方は攻撃スキルのついた杖になってまして、なかなか当時使い勝手が良かった印象があります。あー問題だ。はい、新たな力を求める者よ、白と黒の宝箱を開くがいい。過去の問いが手がかりとなるだろう。やばい、わかんないよこれ。何、嘘でしょ。白と黒、白と黒の宝箱ってどういうこと。え、過去の問いってなんだっけ。あれだよね、こう西でこう掛け算にして8とか、そんなのあったよね。ちょっと待って、どういうことや。ちょっと待って、まっすぐが6マス、9、どういうこと、どっからしろ。適当に叩いてみていいかなこれ。とりあえずよ、左から4マス、こっちから6マスぐらいを叩いてみようと思ったら宝箱ではなかった。え、待って、これやばいよ。これケンちゃん帰ってきちゃうレベルでわかんないよ。まあ失敗してもいいか。えい、あー、なんか強そうな敵が出た。これ失敗すると敵が出るやつなんですね。あ、でも100、120レベル、強いよ。あかん、これあかんやつやで。ちょっと今これをですね、確か攻略ウィキで攻略してたはずなので、もうそれを参考にしたいと思います。
今ね、竹中プレジデントさんがね、確か書いてたはずなんだよね、記事。あ、でも120ぐらいだったらなんか戦えそうな予感。いけるかな、ちょっとこれはどうしたらいいんだ。あ、いけなかった。マジかー、なんだろうこれ。はい、ということですね、ちょっと自分で考えても答えが一向に浮かばなかったので、ちょっとファミツアップの記事の方を見てきてですね、そちらで答えをちょっと確認してきましたので、それを発表していこうかなと思います。で、こちらのクエスト、こう今リノエさんが、ちょっとすげえ杖すげえ杖プレミオさんがいるんですけども、このようにこう助っ人を連れていけるので、ちょっと助っ人を連れて今回は行こうかなと思います。よいしょ。スケットオーラウィンだとすごい、すごい殲滅が楽、早い。さあ、頑張ってくれたまえ。最近の強いキャラをリーダーにしてる子を連れていくといいかもしれないですね。そう。まあ、フレンドさんがいるとこの辺はサクサクということで、次が問題のクイズか。で、ここで問題と。白と黒の宝箱を開くがいいということでですね、答えがですね、このマスにこう数字がはまってるみたいで、まず白の C、白だから4と6ですね。まずこちら縦に1234白の4で、横に123456で、ここの宝箱ですね。あと黒の宝箱っていうのが、まあ、同じように縦に9つ、横に6つですね、のこの宝箱、この2つを開けると、よいしょ、ちょっと待って、プレミオちゃんの攻撃があっちに行きそうで怖い。宝箱全開けしそうで怖い怖い。おー、危なかった。よしよし、これスキルで開いちゃうのが怖い。よしよし、頑張れプレミオ、その1だ、いいぞいいぞ、よし。ということでボス面に行きたいと思いますと、よいしょ、一回保険の回復をかけていくぞ。これウィズ新規してから一人で挑めってことなのかな。よいしょ、こういうことですね。マリオネットか、なんかマリオネットの鏡割るのがめんどくさそうですね。で、あ、ちょっと待って、ビーム来る。おお、骸骨が、骸骨がめんどくさいよ。え、まだ湧くの、危ない。で、ウッコが2体とザコがワシワシ出てますね。プレミオさん頑張ってくれ、頑張れ、いつも頑張れ。もう今気づいたけど、これも危ない、危ない、これはプレミオさんが、くそー、ペロってもうた。あ、これプレミオさん、これ操られたらヤバいんじゃない。これちょっと待って、これきつすぎないかな、ちょっとこれ新規解放しないときついって。いやダメだね、最近の強キャラに慣れた感じがしてダメだ。プレイヤースキルの下がりを感じる。あ、次は絶対に負けないにゃ。ちょっとあの笑われた、お母さんに笑われたよ。お亡くなりになってしまったので、ちょっとウィズソロはケンちゃんいないからいいよね、諦めます。でですね、もう一個のサブミッションを埋めていこう。ヒーロータイプのみを埋めよう、そうしよう。プレミオさんがやられちゃうか。でもそう、 AI だと、あ、何開いてるの、 AI だと SP を回収あんまりできないから、その辺つらめ、どうしようかな。ちょっと勝ちに行こう。
今度こそ火事に行こう。よしよしよし。あ、マジか、マジか。よしよし、ちょっと完全に勝ちに行くスタイルでドラゴンライダーのセオリとダグラスさんを投入していこうと思います。で、武器はこんな感じで、3キャラいれば大丈夫でしょう。さあ、ケンちゃんの帰ってこないうちに終わらせよう。はい、リベンジ、リベンジということで、これだったら助っ人いらないよね、多分。いけるいける、さすがにこれはいけるでしょう。はい、ということで、もう完全にね、過去のキャラ頼みな感じですけども、あとヒーロータイプだと主人公の新規解放なんかもなかなか強いんじゃないかと思います。ではでは、今度は一人でいきます。よいしょ。お疲れ様だ、ナックスドキン。あ、足が速い。足速いってこんな使いやすいんですね、なんかもう。よいしょ。で、これ倒せばウフが来る。あ、ウフじゃなくて、なかった。すごい、この床がハテナマークになってる、かわいい。さあさあ、もうもう分かった。これ来ない、あとこれ、あー一緒に開いちゃった。まあまあまあ、セオリさんならやってくれるはず。あ、そうか、というかタヌキ倒せばそのまますっと抜けれるのか。じゃあ沸かしちゃっても大丈夫なんですね、よかった。なんか強制戦闘エリアになったらどうしようと思いましたけど、セーフ。はいはい、よいしょ。それで、あー、できました。なるべくこうマリオネットをスキルで消しつつ、危ない危ない、その隙に敵を、えっ、あー、まだ湧くのか。何回湧くんだこれ。この骸骨とか、あとあのウサギが私結構嫌いです。あのウサギ、こう敵の防御力アップつけるじゃないですか、あれがすごい嫌なんですよね。硬くなっちゃって。よいしょ。あ、早い。早い。で、鏡を2枚割ったら、マヨネットがスキルを打っても逃げなくなるのに逃げやがった。くー、まあ、おーすごい逃げられるよ。よし。この隙にスキルに、バーン、お、できた。って感じで、マリオネットは鏡を壊してから本体を叩くと、まあ、スキルで一気に倒せるのでおすすめです。あと紫に光った時は、超強力なビームを打ってきたり、あとは倒れた味方を操ったりですね、するので、まあ味方操られたくない場合は今みたいに連れていかなきゃいいかなと思います。ということで、ヒーロータイプのみのパーティーでクリアと、一人も倒れずにクリアをなんとか埋めれました。これウィズ、あ、でこのクエスト初回クリア報酬ですね、2つ出てますけども、ウィズとキャトラの像と、なんだっけな、猫祭りのハイルーンかなをゲットできるので、これでちょっと待って、報酬を、あ、猫祭りのハイルーンだ、これを受け取りの、あ、パーティーじゃない、新規開放するならタウンだ、タウンに行って、多分このハイルーンで確か新規開放ができたはずなので、
まあ、その前にルーンが溜まっているかというところなんですけども、あ、いたいた、足りない、足りないけれども、これなんだろうな、ホーリールーンかな。クリアするともらえるこれだ、知識のホーリールーンですね。これを30個と先ほどの猫祭りのハイルーンでウィズが新規開放できるので、それで新規開放して100レベにしてからさっきのウィズソロを挑んだ方がいいかなと私は思いました。はい、そんな感じでちょっとケンちゃんが帰ってこないうちに終わりたいと思います。バレるとね、バレると怖い怖い。じゃあですね、エンディングということで、ファミツアップの YouTube チャンネルの登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。で、登録ボタン、 PC の方はこのケンちゃんのお腹あたりで、スマートフォンの方は下の説明欄から登録できますのでよろしくお願いいたします。またですね、何でしたっけ、ニコ生なんか今やってますよね。そうなんですよ、うん、ファミツーアップのニコ生チャンネルが、はい、解説立ち上がりました。おー、はい、そちらの方もお気に入り登録でお願いします。現状お気に入り登録なんですか。はい、入会はまだしなくていいです。まだしなくていいんですか。まだちょっと早いな。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあお気に入り登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。ファミツーアップのニコ生チャンネルか、そちらですね。まあそんな感じで今回はちょっとウィズソロやろうと思ったけどヒーロータイプ縛りになってしまいました。すいません、次は頑張ります。ではでは、これで締めていいのかな。じゃあケンちゃんにバレないうちに、ファミツアップ白猫攻略ライターサーヤでした。バイバイ。